エステルたち、やっとのことでうちのトルタも目を覚ましたぜ。ほんと今回はいろいろと心配ばかりかけちまったな。そんな気にしないでよ。それが私たちの仕事みたいなものなんだし。ええ、エステルの言う通りよ。ところでまた何か依頼があるそうじゃない？おっと、なんだそっちの話で来てくれたのか。実はとある料理の調査と食材の収集を頼みたいんだ。どうだ？うん、大丈夫よ。で、どんな料理のことを調べてくればいいわけ？ああ、探してほしいのはある煮込み料理のレシピさ。仮にロレント風ゴッタ煮と呼ぶことにしよう。ロレント風ゴッタ煮。正直あんまり食べたくはない感じね。ええ、胃にもたれそう。昔の家庭料理のことなんて、お前にした。肝心の料理について。確かに、せめて何。おお、悪いが、その料理の。え、なんでここ。出てくるも何も話の出所はじいさんなんだよ。なんでも夢の中で懐かしい料理を食べたそうで、ぜひ作ってくれ。なるほどな。でもじいさん、まあそんなわけでなんとか食べさせてやりたくってな。うん、会期祝いに好きな。それじゃあ料理のことはラオじいさんに聞いておくわ。何か他に仕事のことで聞いておくことは。ああ、これは問題のレシピがわか、それに必要な食材も一緒に持ってきて。もしかすると珍しい食。うん、じゃあ報告。ああ、うーん、どんなレシピなのかなんだかワクワクしてく。期待を裏切らないように。いい報告を期待してて。ああ、さすがに昔の料理じゃし。ラオじいさん、ちょっといい？おお、誰かと思えばカシウスのとこの娘か。なんじゃ、わしに何か用でもあるのか？うん、デッセルさんに注文した料理のことを聞きた。ほう、料理とな。ひょっとして夢で見た煮込み。ええ、その料理のことよ。実はデッセルさんの依頼でね。おお、じゃあお前さんたちが調べてくれるわ。こいつは心強い味方。一つよろしくお願いする。それはどうも。でも調査を始めるには、その料理について詳しい話を聞かせてほしいの。材料とか味付けはもちろん、どこで食べたとか何でもね。なるほどなるほど。まず、もう知っておる通り、でもって基本となる風味はブラックペッパーじゃったはずじゃ。スパイスが効いておってさっぱりした感じじゃったな。はいはい、ブラックペッパーが効いてたと。あ、続けてちょうだい。うん、
主な具材は肉、もしくは白身魚じゃったな。わしの好みは肉じゃから、ここは肉と言っておこう。骨ごとしゃぶりつくのがたまらなくうまくてのう。それからハーブの類も入っておったはずじゃが、残念ながらその種類はすっかり忘れてしまったわい。匂いは覚えているんじゃが、何の香りかはわからんのじゃ。もどかしいの。具材は肉か魚で、今回は骨付き肉を希望っと。あとはハーブが入っていたけど、種類までこんなところかし。だいぶ具体的になったわね。なあ、聞き込みを始めるには十分だろう。うん、少しは役に立てたかの。十分にね。わざわざありがとう。そいじゃ、調査の方を頼むぞ。レシピが見つかるのを。なんだい、エステル。うん、ちょっと聞きたいことがあるのよ。ああ、そりゃ昔この辺りでよく食べてた伝統料理だよ。え？もしやご存知なのか。俺は知ってるよ。昔はどこの家でも作る定番の料理だったからね。レッセルさんもそんなこと。うん、そのレシピを探してたのよ。もしよかったら教えてくれないかしら。あー、教えてやるのは別に構わないんだけどね。私の知ってるレシピは多分探してるもんとは違うよ。そこんとこだけ初めに納得しておいておくれ。なんでしょ。どういうことだ。私のレシピは我が家に伝わるものなのさ。
だから元のお料理とは味も変わってしまってるんだよ。それでもいいって言うなら教えてやるけど、どうするね。つまりアレンジされてるってこと？できればオリジナルを知りたいけど。でもここはとりあえず教えてもらいましょうよ。このまま手ぶらで帰るわけにもいかないわ。ああ、お前さんの言う通りだな。それにご老人のご好意を無下に断るのも忍びないぞ。うん、そうだね。話は決まりだね。どれ、それじゃ早速レシピ帳を持ってくるとするよ。ええ、よろしくお願い。ずいぶん探すのに時間がかかるわね。そう焦んなさんな。ほんの少しの辛抱じゃない。まあ達者だとはいえ、ばあさんには違いねえからな。探し物に時間がかかるのも仕方のねえ話だろうさ。ああ、そういえば、そうそうそうだよ、道理で見つからないわけさ。お前さんたち待たせちまって悪かったね。あんまり遅いんでさぞチリチリしてただろう。ううん、そんなことないわよ。それでレシピ帳は見つかった？ああ、それなんだけどね、実はだいぶ前に誰かにあげちまったみたいなんだよ。は、はい？おいおい、それはねえぜ。すまないね、今の今まで忘れてたよ。古書集めが趣味とかいう人にどうしてもと頼まれてね。もう使うまいと思って気軽に渡しちまったのさ。ああ、世の中あんまり気前よくするもんじゃないね。はあ、ため息つきたいのは私たちだって同じよ。たく、誰だか知らないけど余計なことしてくれるわね。済んだことを呪っても仕方ないわよ。次にどうするか、今はそれを考えましょう。ああ、そうだな。レシピ帳を持って行った御仁が見つかると話は早いんだが。気を取り直して調べるしかないか。確か古書集めが趣味とか言ってたわよね。心当たりの人物がいればそこから当たってみましょう。なんだか悪かったね、変な期待を持たせちまって。ううん、一応は手がかりを。創業再開って、なんだかお困りみたいね。おお、おめえさんたちか。ひょっとして掲示板を見てうちに。あ、うん、あ、問題ないわ、いつでも OK よ。おお、それは助かるぜ。それじゃあその肝心の説明を始める前に。おい、アーニャ。お父さん、なに？父ちゃんたち、今から大事な話があるんだ。すまねえが母さんのところで5本でも読んでてくれねえか。うん、お母さん5本読んで。なるほど、いろいろと準備がいるわけね。
お気遣い感謝するわ。さてと仕切り直しだな。まずは手始めに俺の方から何が起きたのか説明。うん、最初はそこ。ええ、お願いするわ。亡くなっちまったのは丸賀鉱山の管理委任状だ。これは女王陛下からいただいた大切な証明書でな、鉱山庁に採掘の管理を委任することが記されてる。丸賀鉱山も元はといえば女王陛下の持ち物だからな。あの委任状があって初めて俺たちが山を掘れるわけだ。そういうものなんだ。鉱山が女王様のものだなんて今まで全然知らなかったわ。まあ民主的な国家とはいえ、一応はここも女王国だからな。鉱山が王家のものであってもちっともおかしくないだろう。なるほど。でもだからこそ、形式上のこととはいえ、丸賀鉱山は女王の私有地。七曜石を採掘するからには確かに何かお墨付きが必要だわ。まあそういうことなんだ。どんだけ大切なものが盗まれたか今の話で分かってくれたか。うん、大切なものなのは分かったわ。で、事件の経緯だけど、委任状がないことにはいつ頃気がついたの？おう、つい今朝方のことだ。委任状をしまってある小箱が開いてるのに気づいてよ。中を覗いてみたら案の定なくなってたってわけさ。じゃあ事件が発覚してからまだ間もないわけか。盗難と断定するのは少し早いかもしれないわね。ああ、俺も同じ意見だぜ。ガキのいたずらって線も考えておくべきだろうな。もしそうなら俺だって安心なんだが、残念なことによ。え、なんでよ。ひょっとして事件だってことを証明する手がかりか何かあるの？おお、プロはさすがだな。こいつを見てくれよ。麗しの姫君とその友らよ、取り戻さんと欲すならば混沌に分け入りて真実を見よ。第一の鍵は市中に。女神の傍らに座す者に尋ねよ。っていうカードが代わりに入ってたんだ。どう見たって盗む。はあ。なんだ？ため息なんかついて。どうしちまった？ううん、気にしないで。怪盗紳士ブルブラン、ほんとしつこいやつね。なんだよそのキテレツな野郎は。そいつが委任状を盗んだ犯人だってのか？断言はできないけど、その可能性は高いと思うわ。ま、詮索は後にして、とにかく調査を始めないと。ええ、それが賢明ね。まずはカードの内容に当たってみるとしましょうか。探さなきゃならねえのは女神の傍らに座すものか。多分とりあえず待ち。Thank you.
やあ、どうかしたかい？うん、特に用ってわけじゃないんだけど、レトラさんって本当にいっぱい本を持ってるわよね。ふふん、何しろ自慢のコレクションだからね。古書集めが趣味の僕にとってここは自分の城のようなものさ。古書集めが趣味、念のため聞いてみちゃおうかな。ええ、確認してみる価値はあると思うわよ。うん？何のお話だい？で、話なんだけど、そのレシピ帳、レトラさんが持ってたりしない？ばあさんのレシピ帳だって？ああ、確かに以前、伊豆って…え？本当に？ああ、伝統料理のレシピだから、なんとか保存しておきたくってね。ばあさんにお願いして、僕が引き取ることにしたんだ。そうだったんだ。うん、間違いないみたいだな。ようやく当たりを引いた。それじゃあ早速見せてもらいます。というわけで。ああ、お安いご用さとは言ったけど、実はすまないけど、自分で探してくれないかい？この部屋のどこかにあるのは確か。あ、うん、見せてもらうんだし、それぐらい自分でやるわ。よしっと。正直意味はわからないけど、ま、解読はプロに任せましょう。必要な食材もわかったことだし、さっさと用意して報告に戻るわよ。
エステル、うん、おいおいや、うん、でもそうで、なるだが、ごめんねって、オリジナルが分かれば一番良かったのに。なに、基本的な部分はそう変わらんはずだからな。あとは俺の勘と経験でな。じゃあとにかく調査結果をお伝えしておくわ。だいたい、うん、これでってことは、これおう、と、い、ええ、そういうお話だったわね。準備はできてる？うん、うん、ご苦労さん。これで準備は完了だな、じいさんの。な、よし、なるほど、そうか、もともとの、うん、残念ながらいろんな人に話を聞いてみたんだけど、結局知っている人には出会えずじまいだったのよ。いやいや、元はといえばそんなに気を使う必要はないぞい。まあ、あの味が二度と味わえんかと思うと。けどじいさん、諦めるのはまだ早いかもしれないぜ。ほう、俺の作った料理はきっとその味に近いはずだ。エステルたちのレシピだって懐かし、そうそう、せっかくの料理なんだし。ほんと、さっきから、ああ、まったくうまそうな匂いだな。師匠、な、何怒ってんのよ。いや、まったくじゃ。どれ、ごっくり。
味は。どうかしたの？これじゃ、まさにこれじゃよ。わしが夢で食べたあの煮込みじゃわい。アロマ。ほう、本当かよ。うん、本当じゃよ。昔懐かしいあの味と寸分の違いもないわい。わしが食べたかったのはズバリこれなんじゃ。すごいじゃないデッセルさん、夢の中の料理をまんま作っちゃうなんて。確かに自信はあったが、正直ちょっと出来すぎだな。いやいや、料理の出来は完璧じゃよ。わし、ブルームばあさん、まったくこんなおじいさん、あんたは。いや、これは単なる言葉のあやで。どうしたいばあさん、うちに来るなんて珍しいな。久しぶりよね。さっきこの人たちがうちにレシピを聞きに来て、気になったから様子を。へえ。ああ、我が家にこの煮込みかと。よし、正直。事件の顛末。せっかく帰ってきたんだから。いろいろと忙しい。今の仕事が一段落したら。さてと、アイナさんからすでに早速乗船。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいい。もうロレントでやり残したことはない。それじゃあよ。
き船のチケットなら発着。これで今までいい。あなたたちならきっとか。おお、うちのルックも。ほた、おや。あらら。とりあえずは、あのレシピを報告しときましょう。うん、それしかないわね。こんにちは、パン
ご機嫌いかがか。おお、大事にな。ラおじいさんとパンデュさんってこの料理について。ああ、確かに若い頃には食っておった気もするが、わしゃラオのやつと違って食い物に無頓着じゃからの。正直に言うとあんまり覚えておらんのじゃわい。あらら、そうなんだ。これはどうやら空振りみ。気にしないで、他を当たってみる。ならば町のばあさん連中に話を聞いてみるといいじゃろう。わしらくらいの年代じゃったらきっと作ったことがある。女神様、あの綺麗なお姉さんと。うん、お、ああ、もう君たちギルドの人か。うん、掲示板を見た。ああ、よろしく。オートから来たアントンさん。会って早々悪いけど急ぎの頼みがあるんだ。簡単な仕事だと思うし。うん、いいわ。で、一体、うん、とある薬の材料を集めてきてほしいんだ。これが必要なものの。魔獣の落とすものはパールグラス。うん、目的の薬を。ない。じゃ、あ、ちょっと待って。え、ま、あなたさっき一体どんな薬を何のために。その名前と使用目的を聞かせてほしいわ。なんでそんなこと。俺たちは犯罪の片棒を担ぐ。薬も使い方によっちゃ毒物になっちまうからな。ええ、そういうこと。やましいことがないなら素直に教えてちょうだい。作ってもらう予定の薬はデアセトの秘薬といってね、この薬を前もって飲んでおけばどれだけ酒を飲んでも教区長さんから聞いた話だし信用してくれていいと思うよ。へえ、すごい薬じゃない。どんなに飲んでも酔わなくなるなんて。何よそれ、飲んでも酔わないなんて。それじゃ飲む意味ないじゃない。まあ、シェラネーの飲み方も正しいとは思えないけどね。しかし、なんでまたそんな薬が必要なんだ。どうしても断れねえ酒の席があったりするのか。断れないっていうのとはちょっと、まあ、避けて通れない。うん、そこ。お前が言うな。お前が依頼の理由は。一応はなんじゃ。材料は。ああ、そ、アントン。またまたお。お、あれ、あ、ひょっと。うん、確か。悪いけどまだ足りない材。あれ。なあ、じゃあ揃ったら。女神さ、あ、きけ、あ、か、うん、で、いった、おと、え、ま、も、な、じゃ、ちょ、え、あ、いつの、おく、や、つこ、きょ、な、な、し、こ、ん、そ、お、い、お、い、あ、そ、よ、アントンさん、またまたおじゃ、お、あれ、あ、うん、確かめてみて。悪いけど、まだ足り、あれ、なあ、メモを書く。じゃあ揃った。
ほんと助かっちゃったわ。なんと言っても、またまた、ほんと軽口にかけては。ところでケッチとこ近いうちに情報交換、うん、そうね、それじゃあ、暇を見つけエリスタと一緒に、うん、あと実はデッセルさん、あ、その料理のことね。ということはトルタさんもご存知なかった。ええ、残念ながら私が料理を習った頃にはもう作る人がいなかった。とりあえずはあのレシピを報告しときましょう。うん、それ主人も困ってるようだし、なんとか助けてあげてね。エステル、調査の方は進んでるか？うん、一応だけどレシピが分かったわよ。おいおい、もう見つけたのか。いや、仕事が早いね。でもそう手放しで喜ぶわけにいか。お、どうしてだ？実はね、なるほど、そういうことか。だが贅沢言っても始まらん。ここはそのレシピでよしとしよう。一番良かったのに。なーに、基本的な部分はそう変わらんはずだからな。あとは俺の勘と経験で。大した自信じゃない。さすがにプロは違うな。じゃあとにかく調査結果をお伝えしておくわ。なるほどなるほど、大体は予想通りだが意外な材料も使われてるな。うん、これで本腰入れて調理に打ち込めるってもんだ。ってことはこれで依頼は完了ってこと？おお、そういうことだな。と言いたかったが、食材の調達も頼んでたよな。ええ、そういうお話だったわね。準備はできてる？待ってね。うん、全部揃ってるわよ。ご苦労さん。
じいさんの納得する料理が作れるかどうか、あとは俺の腕次第ってことだ。よし、気合を入れて調理に取り掛かるとするぜ。なるほどの、そうか、もともとのレシピは見つからな。うん、残念ながらいろんな人に話を聞いてみたんだけど、結局知っている人には出会えずじまいだったのよ。いやいや、元はといえばこれはわしのわがまま、そんなに気を使う必要はないぞい。まあ、あの味が二度と味わえんかと。けどじいさん、諦めるのはまだ早いかもしれないぜ。ほう、俺の作った料理はきっとその味に近いはずだ。エステルたちのレシピだって懐かしい味には変わりないさ。そうそう、喋ってたらお料理が冷めちゃうわよそうね、せっかくの料理なんだし熱いうちに食べちゃわないと。ほんと、周りで見てるこっちの身にもなってよ。さっきからいい匂いがしてずっと我慢してるんだから。ああ、まったくうまそうな匂いだな。ちっしょ、なんだか腹が立ってきたぜ。な、何怒ってんのよ。いや、まったくじゃ、つい話し込んでしまったわい。どれ、では遠慮なく。いた、ごっくりさ、さすがに緊張するな。この味はどうかしたの。これじゃわしが夢で食べたあの煮込みじゃわい。あらま、ほう、本当かよ。本当じゃよ。昔懐かしいあの味と寸分の違いもないわい。わしが食べたかったのはズバリこれなんじゃ。すごいじゃない、デッセルさん。夢の中の料理をまんま作っちゃうなんて。確かに自信は正直ちょっとできすぎだ。いやいや、謙遜せんでくれ。料理の出来は完璧じゃよ。わしの求めていたのはこれじゃ。思い出してしまうのを、過ぎ去りし青春の日々を。わしが憧れておった娘さんもこの料理が大の得意での。あの娘が嫁いだ時は男泣きに泣いたもんじゃ。なんかもろに青春って感じね。へえ、そいつは蓮見じいさんも若い頃は熱いやつだったんだな若さの特権ね。若さの特権か。今では何もかもすっかり変わってしまった。天使のようだったあの娘もまるで星あんずじゃからの。誰が星あんずだって。その声は。ブルームばあさん。まったく、こんな大勢の前でレディの悪口を言うとは。じいさん、あんたは相変わらずひねくれ者だね。いや、これは単なる言葉のあやで。どうしたいばあさん、うちに来るなんて珍しいな。久しぶりよね。さっきこの人たちがうちにレシピを聞きに来てね、気になったから様子を見に来た。へえ、じゃあこのレシピは。ああ、我が家に伝わる調理法だよ。この煮込みは娘時代の私の得意料理だったからね。このダオじいさんにもよく作ってやったもんさ。ということ、お
じいさんの憧れてた娘さんって。時の流れは残酷じゃのう。別に。まあ何にせよ、またこうして昔の料理を食べてくれるのはうっどれ。せっかく来たんだし、久しぶりに作ってみようかね。あんたたちも伝統の味を楽しんでいっておくれよ。あ、それは楽しみ。おう、ぜひ。そう、俺もこの料理のコツを勉強しておきたいからな。それじゃあ台所を借りるよ。さんたちか、どう？薬の材料は集まった？うん、確かめてみて。おお、全部揃ってるじゃないか。ありがとう、ありがとう、遊撃士さん。よし、早速薬を調合してもらいに行こう。え？あ、私たちも一緒なわけ？なあ、君たちが材料を集めてくれたんだから。と、さあ、僕と一緒に感動の瞬間を味わおう。わかったようでわからない理屈ね。まあいいじゃない、依頼の締めくくりとして少し付き合いましょうよ。まあ断る理由もねえしな。よし、話は決まりだね。それじゃあ教区長さんのところまでレッツゴー。うん、お待たせしました。これでお薬は完成です。さあ、お持ちなさい。ごくり。これが探していた飛躍。どんなに酒を飲んでも決して酔わなくなる薬か。ええ、その通りですが、その効果はあくまで規定の用法用量を守った場。やっほー、ついに手に入れたぞ。これで胸を張ってアイナさんに告白できる。今アイナって言った？なあ、そう聞こえたぜ。うん、確かにアイナと言ったな。ああ、あのギルドにいる。彼女は守護らしいけど、備えあれば憂いなし。この薬を飲んでおけば堂々と彼女を誘えるわけさ。アイナさんを誘うためにその薬を作ったわけ？大した根性だと思うけど、どっか情けないわね。ふふん、面白い計画じゃない。アイナが酔いつぶれるとこ、私も一度見てみたいわ。ああ、それなら協力してくれないかい？なんとか彼女をギルドから誘い出してほしいんだ。じゃ、居酒屋で待ち合わせていきましょう。飲みと聞けばアイナも出てくる気になるはずよ。ちょっと知らねえ。まあいいじゃない、これも乗りかかった船よ。依頼者の希望なんだし協力してあげましょう。とかなんとか言って、これって絶対自分が飲みたいだけよね。おお、さすが遊撃士さん。じゃあ僕は酒場で待ってるから、アイナさんのことはよろしく。はあ、行っちまったか。やれやれ、せっかちな方だ。まだ薬の説明も済んでいないというのに。でもいいのかな。あのアイナさんがこんな誘いに乗るとはとても思えないんですけど。ふふん、ま、興味があるなら酒場で待っててちょうだい。私は後からアイナを引っ張っていくから。はあ、結局気になって来てみたはいいけど、シェラ姉たちはまだ来てないみたいね。ギルドで手間取ってるのかもな。
ま、とりあえず座って待つとしますか。いや、その必要はなさそうだぜ。え？わざわざ悪いわね、アイナ。受付の方は大丈夫かしら。ええ、とりあえずリッチに預けてきたわ。依頼者から相談を受けるのも受付としての大事な仕事よ。すみません、お忙しいところ。いいえ、気にしないで。早速だけどお話を聞かせてもらいたいわ。では始めるとしよう。よろしくお願いするよ。本当に連れてきちゃった。うん、依頼者からの相談を誘い出す口実にしたようだな。ま、相談って言えば相談かもしれないけど、アイナさん怒ったりしないかしら。どうでもいいが、なんでオリビエが嫌がるんだ。言われてみれば、あいつ確かギルドで待機してたはずよね。大方立ち聞きでもしたんだろう。こういうことにかけては天才的に鼻が利くやつだからな。ではまず乾杯といこう。この素晴らしき出会いを祝してね。そうしましょうか。別にいいけど、アントンさんは大丈夫なの？相談の前にお酒なんか飲んで。大丈夫です。どんどん行きましょう。こう見えて僕も酒には強い体質なんです。あら、それは失礼。人は見かけによらないわね。それでは乾杯。おっと、いきなり飲み始めたな。でもオリビエも参加してるってことは、やっぱりあの薬を。多分そうだろうな。出なけりゃあんな笑顔でアイナの前に座ってられねえぜ。またまた、アイナ君とのご冗談を。確かに。さて、早速だけど本題に入らせてもらうわよ。それでご相談というのは一体どんなことなのかしら。あのアイナさん。はい。僕と付き合ってください。付き合うって、そうです、よろしくお願いします。あなたなしではもう生きていけません。そんな、いきなりそんなこと言われても困るわ。アイナ君が困惑するのも無理はない。男女の仲とは理性では知り得ぬもの。考えて答えの出るような問題ではないからね。でも答えが出ないなんて困るよ。こんな気持ちを抱えたままで生きていけっていうのかい。安心したまえ青年、この僕に妙案があるのだよ。ここは一つ勝負で決めるとしようじゃないか。勝負というと？戦いの舞台は居酒屋。あえて言うまでもなく、決闘の手段は明らかと思うが。なるほど、飲み比べということね。面白い趣向じゃない。しかしそのままやったのではさすがにアントン君がかわいそうだ。アイナ君には少しハンデをもらうよ。いいけど、どんなハンデかしら。僕もアントン君に加勢させてもらおう。つまり君は僕たち二人と勝負するというわけだ。分かったわ。受けて立ちましょう。そうこなくっちゃ。それじゃ、私は立ち会い人を務めさせてもらうわね。ただし、こっちにも条件があるわよ。どんな条件？勝負にはこの店で一番強いお酒を使わせて。悪いけど、あまり時間をかけていられないのよ。了解です。さあ
さすがアイナ君と、とりあえずこれで十分でしょう。クマだって楽に酔いつぶせる量ですよ。ありがとう、フォークナーさん。さて、ではそろそろ勝負開始といきますか。用意はいいよ。ええ、始めましょう。よし、頑張るぞ。始まったわね。まあ、さて、どこまでやれるもんだか。さすがにすきっぱらには効くな。僕も同じく5杯目を開けたところさ。2人合わせてちょうど10杯ってことね。なかなかいいペースじゃない。ええ、本当に。あまり飛ばしすぎると後で一気に酔いが回るわよ。なんのなんの、これぐらいじゃ酔いませんよ。ああ、なんだか僕も今日は酔う気配がないよ。さあ、どんどん行こう。2人とも調子良さそうね。やっぱりこれもあの薬の効果かしら。アイナの方の顔色も全く変わってねえや。まあそこはアイナさんだしね。でも思ったよりはいい勝負になるかも。これで20杯か。どう？あなたたちは。僕は10杯目。同じく僕も10杯目さ。ならこちらも20杯。ぴったり食らいついてるわね。まあ、驚いたわね。飲み始めからペースが落ちてないじゃない。初めに言った通りだろ。けど。さすがに喉が焼けてきちゃったよ。確かに、なんだか火傷したようだね。アイナ君はなんともないのかい？あら、喉がどうしたの？ひょっとして風邪でも？質問をした相手が悪かったようだね。体調が悪いなら無理はしないでちょうだい。お店に迷惑をかけたくないわ。ああ。では勝負を続けようか。15杯目。胃が焼けるようだよ。むむ。アントンさん。なんだい。ひょっとして具合が悪いの？なんだかぼんやりしていたようだけど。いや。もちろん大丈夫さ。アントン君、しっかりしたまえ。まだ薬の効果は消えてはいないぞ。はい。すでにアイナ君も相当な量を飲んでいる。いかな酒豪とはいえ、そろそろ限界が近いはずだよ。けど、オリビエさん、そのアイナさんの顔色に全く変化がないんですけど。二人ともどうかしたの？君も男なら細かいことは気にするな。ここから先は気力の勝負だ。さあ、愛と勇気で乗り切ろう。了解です。本当に大丈夫なの？体に異常があるなら早く降参した方がいいわよ。お気遣い感謝するが、残念ながら降参する気はないよ。そうそう、これからが本番よ。勝負を続けるとしましょう。36杯目。18杯。目。同じく18杯差。二人ともだいぶ苦しそうね。まだ続けるつもりかしら。今さら何を言うんだい。そうですよ、ここで引き下がっちゃ
男の風上にも置く足。あれ、アントンさん。アントン君、もう大変。おや、あっちゃ、オリビエまで。二人ともしっかり。オリビエ。完全に白目を向いてやがる。どうやら薬の効果が切れたみてえだな。まったく残念ね。今日こそアイナを酔いつぶせると思ったのに。あ、所詮は薬なんてつけ焼き場ってことかしら。薬？実はね。これはいけない。あら、教区長さん。あの、どうしてこちらに？君が二人の若者と飲み比べをしていると聞いてね。少々思い当たることがあったので来てみたのだが、どうやら手遅れだったようです。二人とも見事に酔いつぶれちゃった。なんだか薬の効果が切れちゃったみたいで。いえ、本来であれば優に一晩は効果が持続するはず。おそらく彼らはあの薬を分け合って飲んだのでしょう。規定の容量を満たさなければ効果は期待できないというもの。なるほどな。それで効果が切れたわけか。皆さんも薬の服用時には必ず正し書きの注意を守るのですよ。なんとなく私おかしいと思ったのよ。急にオリビアさんが誘いに来るだなんて。これでまたトラウマが強化されちゃうかも。ともかく二人の面倒は私が責任を持ってみよう。どうやら尋常でない量を飲んだようだからね。お願いします。私はそろそろギルドに戻らないと。どうかなさいました？いや、アイナ君、君も相当酒臭いぞ。よほど飲んだようだが酔ってはいないのかね。これぐらいどうってことありません。飲んだと言ってもほんの付き合い程度ですから。ありえん。ほんと、そこなしね。そうですか。それならいいでしょう。確かに酒の匂いはするが酔ってはいないようだ。では失礼しますわ。じゃ、シェラザード、あとはよろしく頼むわね。そうそう、お代はオリビアさんにつけといて。さすがはアイナ君。そんな抜け目のない君が大好き。さあ、ガク。今日は久々に楽しく飲めたわ。事情はさておき、あなたたちには感謝してるわよ。それはよかったけど、オリビエのやつはあれからどうなったわけ？教区長さんに処置を施してもらって、今はギルドの2階で休んでるわ。ぐったりしてるようだけど体に異常はないそうだから、遠慮せずに連れて行きなさい。
この椅子ちょうど礼拝堂の女神の傍らに座すものか。ひょっとするとここのことかもし、うん、調べてみるわ。やっぱりカードがあったわ。第二の鍵は次なる魔法陣。記号は森より来たりしもの。よっしゃ、大抵本当なら素直。次のヒントは今までなかったタイプね。どんな意味なのかしら。これもどっかの場所を表してるんだろうな。今までの傾向を考えれば多分そのはずよね。ええ、そう考えるのが妥当ね。ヒントに似たものがないか街の中を調べてみましょう。木箱の並び、カードにあった記号と形がほとんど一緒じゃない？そうね、箱の数もちょうど5個で合ってるわ。これは調べてみた方がいいわね。うん、それじゃさてどこにあるのかな。第三の鍵は市内に。八つ目の鉄柱の腹を探れ。とかなんとか言ってるんですけど。八つ目の鉄柱ね。ロレント市内のようだけど一体何のこと。今まで通り足を使って調べるしかないだろう。面倒な調査だがここが踏ん張りどころだぞ。うん、了解。それじゃ行くとしますか。今は火も入ってないし冷え切ってるみたいだけど。カードにあった八つ目の鉄柱、あんたはここだと思うわけ？うん、あんまり自信ないけど。調べてみるわ。あ、あった。何この鍵を持って開かずの扉を開くがよい。というわけで鍵を見つけたんだけど。でこれってどこの鍵よ。開かずの扉と言ってたけどどうせこれも市内のどこかよ。扉という扉に試してみましょう。まあそれしかねえわな。よし、さっさと行こうぜ。ふう、きっともう一息よね。よし、気合を入れ直して探してみるとしますか。
と思って来てみれば。見たところガラクタばっかね。エセル待て。何をこいつら。質問は後よ。まずは撃退しないと。みんな行くわよ。出直してきた。片付いたようだな。だな。はあ、焦ったわ。いきなりあんなものが湧いて出てくるんだもん。この辺りでは見たことのない魔獣。これが怪盗紳士流のご挨拶ってところかしら。ああ、多分な。しかし、どうやらこれが最後の障害だったらしいぜ。ええ、あとは委任状を取り戻すだけね。探してみましょう。この部屋の中にあるはずよ。あっと、それを忘れちゃいけないわね。よし、回収完了よ。なら、すぐ町まで戻るぞ。きっとおっさんも心配してることだろうしな。そうね。うん。これでよし。いやあ、ジョーちゃんたち、今日は本当に助かったぜ。まさかこうも簡単に取り戻してくれるとはな。さすがはロレントの誇る若手遊撃士のホープだぜ。そんなにおだてないでよ。私たちはただ使命を果たしたまでなんだから。謙虚じゃねえか。やっぱ若いうちはそういう姿勢が大事だぜ。おう、それはそうと、大事なことを聞き忘れてたな。今回の盗みの犯人だけどよ、もう捕まっちまったのかい？誰が犯人かその目星はついてるんだけど。これがそう簡単に尻尾をつかめないやつなのよ。へえ、国際的に有名な怪盗ね。そんな奴がわざわざロレントに来てこの騒ぎかよ。まったく誘拐犯なんてもんは何を考えてるのかわかんねえな。まあ、それは私たちも同感だけど。でも
委任状の管理はもっと厳重にしてほしいわね。今回は愉快犯で済んだけど、脅迫に使われる危険もあるわ。おう、確かに考えねえといけねえな。だが俺の家じゃ安全に管理できる場所もねえ。いっそ市長に頼んで金庫に入れといてもらうか。あ、それがいいんじゃない。まあ相手によっては安全とは言えないけど。バッチリ盗まれたこともあったわけだしね。だがここよりはマシだろう。いい考えなんじゃねえか。頼んでみる価値はあるぜ。そうだな、そのうち頼んでみるぜ。今日は今すぐ山の方に行かなきゃならねえんでな。あら、ずいぶん忙しいのね。ああ、相変わらず輸出が堅調なもんでな、いくら七曜石を掘っても点で追いつかねえんだよ。オーブメントを使ってりゃ七曜石の大事さはわかるだろ。そりゃもう痛いぐらいにね。いっつもセピスが足りなくて工房でヒーヒー言ってるから。性能のいいクォーツはそれだけセピスがいるからな。なんだおい、そんなに苦労してんのか。それならちょっとセピスを持っていけよ。昨日ちょうど何袋か持って帰ったところなんだぜ。セピスをくれるの。おう、そんなに恐縮することはねえぞ。山に入ればいくらでも掘ってこられるんだからな。で、どの属性のセピスがいい。少ないが工房での足しにはなるだろう。せいぜいいいクォーツを合成して頑張ってくれよ。ありがとう。本当助かるわ。そんじゃ俺もそろそろ鉱山に行かせてもろ。ジョーちゃんたちもそのうちまたロレントに帰ってこいよ。フリサ、アーニャ、それじゃ行ってくるぜ。はい、行ってらっしゃい。して待ってるんだから。おう、できるだけ早く帰ってくるからな。ママのお手伝いをよくしてあげるんだぞ。うん、微笑ましい。こうなると親方さんも肩なしね。じゃあこれで失礼するぜ。え、お仕事お疲れ様。親方さんも気をつけてね。いってらっしゃい。目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したら。Thank you.
ー